おい、じゃあ今日はお前らによ、最近金策がうまくいかねえとか、なんかよくわかんねえ愚痴でドラクエ10クソゲーだよねって言ってるやつら、お前たち、そう、お前のことだよ。今日はお前に説教していくから、あ、ちゃんと聞いとけよ。はい、というわけで、職人は上手い人しか稼げないとか終わってますよねって思っているお前が終わってる。今や職人で稼ごうと思ったらすごい簡単です。例えば鍛冶職人のスキル、大したことないです。これ今星にでも利益出せたりします。これを例えば天魔の体験とか作ると原価 2.5 万くらいで作れます。星さん作ったら利益5から6万、それ10本作っただけで、それだけで手取り50万超えますよね。もっと簡単な商材たくさんあります。ランプで結晶装備に適当な錬金つけるだけで1個2万の利益みたいな、そういう職人、そういうのいっぱいあります。革の手袋の量産とか、いろんなライン工と呼ばれる超簡単な商材がもう山のようにあります。しかも昔よりもレベルが上がって楽に作れると思います。つまり金策でお金貯めようと思ったらいくらでも貯められる可能性があるってこと。それをなんかよくわかんない思い込みで、最新装備とか明らかに人気のない商材とかで大赤字出してみたいな、そういうことしか知らないお前が悪い。そもそもこういうことを言う人たちっていうのは考え方が保守的で、割といい子ちゃんが多くて、掲示板や噂で語られていることを鵜呑みにして非常に保守的な人が多い。攻略サイトとか配信業が発達していない時代はそれでも良かったんです。なぜならアストルティアの動きがめちゃめちゃ遅かったから、のんびり保守的に活動してても大丈夫だったんですけど、今は違います。情報が民主化されました。スマホ、SNS で大抵の人たちが大抵の情報にアクセスすることができるようになった今、それを知ってる人と知ってない人で大きな差が出るのは当たり前です。で、もう一つは、職人しか稼ぐ手段がない、それは嫌だって思ってる、お前も終わってると、このように俺が思うのはこういうことだな。はい、というわけで、フライモンのありがてえ言葉ちゃんと心にしまっておいて、いついかなる時でも、とりあえず職人、金がなくなったら職人のライン工しとけばとりあえず問題ない、はい、そういう気持ちでな、アストルティア生きていこうぜ。っていうか、結晶装備たくさん作ってくれ。